とですね、昨日ですね、桜町プレーオープンの動画130ぐらい再生、もう私だいたい20ぐらいしかまあいかないんですよね。ありがとうございます。皆さん見ていただいてですね、 Facebook からもお褒めの言葉3件4件、あの社長貴重な情報ありがとうございますって言っていただきました。本当にありがとうございます。ハビタの上田社長貴重な条件情報ありがとうございます。あ、ちなみにですね、今日いよいよオープンですね、桜町。よかですね、令和によみがえる交通センター。いや、やっぱ熊本に明るい話題、とてもいいことだと思います。皆さんですね、どうぞどうぞ見に行ってください。ただですね、あの今日すごい予想、混雑が予想されるみたいですね。10万人。あの一遍前ほらミッキーマウスのパレードが来たんですよ。あれとか10万人で、私あの東バイパスに商談に行くときですね、江津まで普通20分ちょっとで着くところが1時間かかりました。ですからもう皆さん今日はですね、時間に余裕を持って、で桜町に行かれる方早めに行った方がいいと思います。はい、でも今日ありがたいことですね、うちは我々は納入がございますのでですね、あ、午前中納入という形でお昼も普段通り営業でございます。一つよろしくお願いします。はい、ではいつもの約束、9月の14日土曜日夜8時まで営業、お客様 CM、 消費税増税反対セール実施中でございます。いつものお約束、今日も元気に営業中。よし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 、ちょっと今日風が強いぞ強いぞ。はい、じゃあ今日も一生懸命頑張ります。本当桜町オープンおめでとうございます。